残り10分。やばいな、チャミンが今いい線いったなら、ちょっとシャレならんな。いや、ただあれだよ、宝石いっぱい拾っただけだよ。それだよ、それだよ。あ、でもエメラルド発見。マジ？やった10ポイン。変にさ、あれしちゃった、なんか洞窟スタート、あと聖地みたいになっちゃってる。聖地してる人がいるぞ。全然違うぞ。いや、この下怪しいんだよな。ないかな。あったな。マジで？よし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 、いいですよ。ただね、今ね、それがマグマの上にあんだよな。だから考えろよ、これ考えろよ。ここを膨らませてやったら水かさが増えて流れるんじゃねえか。あ、行ってる。二人とも本当に怖い。いいぞいいぞ。マジ？何？なんだよ、多いよ、多いよ、多いよ。多いよ。嘘でしょ。嘘でしょ。そうでしょ。マジで。ちょっと俺も言いたい。俺も言いたい。俺も言いたいよ。ほ。ちょっと。え？何事だ。鉄かい。あ、しかも俺しまった、鉄のピッケルがねえ。え、やべえ。残り何分、残り何分だこれ。え、あと5分。やべえ。ねえんだけど、ねえんだけど。まあ残念だね。嘘でしょ。嘘でしょ。しょうがないよ、嘘でしょ、嘘でしょ。やだよ。あれだけでも取って、俺はもうこのゲームを終える。やばいやばいやばい、これはやばいよ。よいしょ。落ち着け落ち着け。かまど作って、かまどポンで鉄鉱石も自分の使う。よし、次だ。よし、作った。戻ります。道を覚えてることを祈る。頼むぞ、あんな美味しい鉱石逃したくないよ。はい、よし、到達。オッケー。よし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 。おお、すごい。これは勝った。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、結構取れたぞ。どうなんだろう、チャミンの得点が気になるところ。確かに。マユタンもな、あれから黙々とやってるからな。やってたね。あ、しまった、こんなところに鉄があった。もうダメですよ。後で取りに行こうと。じゃ、とりあえずまた上の方に。はい、迷子になりそうだな。
あっちゃまし。じゃあ3人とも OK かな。はい、チャビも OK。 はい、ほい。ではではでは、まあ1人ずつちょっと見ていこう。じゃあまゆたんから。はい、オープン。おお、すげえ。おお、ラピスとレッドストーンすごくね。これそこで稼いでるね。稼いでるね、うん、そう、そこでちょっと貯めたけどあんま実感がない。でもポイントとしたらこれは、ラピスと、うん、鉄と青で3ポイントのやつが、うん、はいはいはい、全部で546ポイント。すげえ。で、まあ、鉄のプラス5ポイントで。はいはいはい。あ、金ね。金のこと。あ、間違えちゃった。金。うん、あ、これ加算してませんでした。すいませんね。はい、5ポイントだから557ポイントです。557ポイント。すげえな。こんだけ集めるか。だけどあんまり実感はありません。すげえよ。557ポイント。うん。おお、暫定1位。まあ、そうだね。そりゃそうだよね。そう、暫定1位。そりゃそうだよね、うん、悲しいな。よし、次行こう。よし、チャミンが自信ありそうだから。そうなんだよ。ちょ、チャミン後にするか。うん、はい、ね、じゃあ俺の。そうよ、オープン。どん、うわ、出た。結構鉄がすごいね。ね、鉄ちょっと中心に しつつ。あーは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 ー、そうそうそう、だ周りのも集めてたんだけど、ね、うん、ダイヤもね6個あってね。誰だこれ、知れたの、うん、そうだね。入れるなっち、入れるなっち、増やすなち。でもすごい、エメラルドも取っちゃってんの。そうそうそう、一個だけあった。で、まあダイヤが180。うん、そうね。で、エメラルドが、まあ、10、うん、で、鉄かなが、375ポイントほう。で、赤石とかが何倍やったかな、63と50か、うん、確か、うん、うん、で合わせて、716ポイント、はい、でマイナス20ポイントだから。ああ、そう、私もマイナス、そう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 、696。すごいな。イエイ、おダイヤがでかかった。ダイヤでかいな。そうね、ダイヤがなかったらマユタに負けてたもん。くっさー、これはちょっと惜しかったというわけで、さてさて、はい、暫定1位、イエイ。さてさて冷たない冷たないあ、いいよ。じゃあチャミン、はい、オープン、はい、は、おえそうでしょ。だからなんで13個もあんの。出てきたよ。はぁ、これだけで単純に300ポイント以上稼いでる。うん、そうだよ。待って、ってことは得点は？じゃあ、うん、低いやつからいくよ。はい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 。石炭の1ポイントが69。うん、はいはいはい。で、レッドストーンとか3ポイントのやつ、うん、全部で582。はいはいはい。もうこの時にもう私は抜かれているからね。で、エメラルド金はなくって、ダイヤが13個だから、はいはい、390。すっげえ。で、全部合わせると1041でした。はい、もうね、半分。桁わー、わーすげえ。どうも。桁が違うよ、これ。いやー、どうも。桁がちげえよ。意味がわからない。どうしてそんなに引きが強いんだ。
とだよ、また1位持ってかれた。これほんとだよ、絶対今回いけたとちょっと思ったんだけどな。あざーす、むかつく、途中だ、むかつく、その顔すげえな。どうしよう、やるね、マジ。あのね、途中、うん、ほら、あ、そうや見えてきたかもって言って言ったね、引き返して真逆を掘ってたの、うん、そしたらダイヤがいっぱい出てきました。あったの、はい、しっかり。だってこれ下手さダイヤ装備作れるぜ、これ13個でしょ、やばいね、今までで見たことない数の、おびただしい数の。ほんとだよ、多分まだこれ掘ってたらもしかしたら出るかもしれないね。え、すげえね。でもね、君たち一つ言っていいかい。うんうん、本来の目的の鉄少なくね、君たち。そう、鉄があんま出なかった。鉄あんま出なかったねめっちゃ少ないんだな。母ちゃんいいんだよ、母ちゃん。そうそう、現実すぎ、怖い怖い。ではちょっと軽く実験コーナーです。はいはい、ポンと、でまたここポンと。お、なにこれ、ポーションさあ、これさあ、こちらでございます。ほう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 、まゆたんは見るのが初めて。初めて。じゃあこれを使うって趣味な。使う。おうおうおお、変なの出てきたでしょ。出てきた。そう、ここに今俺が持ってるこの水の瓶をはめると。おう、はまってます、はまってます。で、この前ネザーで取ってきたこのネザーウォート、うん、こいつを入れると、ああ、暗黒だけのやつ。そうそうそう、こうやってブクブクして、ほう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 、調合されてくの、だんだんと。あ、これ3つの瓶の中に入る的な。そう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 、これの成分がこの中に入って、じゃじゃん、不完全なポーション。そうそう、不完全なポーションである。で、さらに、はいはいはい、確かね、これにマグマクリーム入れたらいいと思うんだけど。あ、なんかやっとくない？さあ、うまいこといくかな。軽く調べてはきたんだがな。成功率とかあるのこれ？いや、成功率はない。ただ、ちゃんとした調合じゃないと失敗する。あー、うん、さあ、ででん、ででん、お、よかった、対価のポーション。そう、この対価のポーションっていうのは、うん、あのネザーのブレイズサイダーじゃない。あー、はいはいはい、ヒート増してくるやつ、うん、とかマグマを無効化してくれる。へえ。そう、まあけど時間があるんだけどね、3分って3分って書いてあるね。そうそうそう。で、確かこいつはレッドストーンで、スプラッシュ、残念、違う。あれ、スプラッシュ、チャミー不合格。うん、いいよ諦めるなよあれ、スプラッシュなんだっけ、あ、火薬だっけ。そう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 、まずこれで能力が、そうそう、長くなるの。あ、ほんとだ、8分になった、5分延長になった。だから個人で使うにはこれを置いておいて、ふんふんふん、そう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 。で、みんなが集まって一気に使うときは、うん、そう、スプラッシュって言って、あの、投げたら、あ、その周りが全員その効力が出るって、ね、パリンってなって。そう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 、はあはあはあ、うん、そう、そういう風にもできるんですわ。へえ、でもちゃんと順序を踏んでいかないとやっぱり失敗するという。そうそう、失敗しちゃうっていう。で、今回これがあればネザー攻略がかなり楽になるんじゃないかと、ほん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 、思うわけですよ。さあ、どうかな。やめてこれ結構ね、最終手段よこれ結構な最終手段。